名古屋市電、名古屋市電は名古屋市が経営していた路面電車である名古屋市交通局が事業を行っていた1898年明治31年に名古屋電気鉄道によって日本で2番目の電気鉄道として開され1974年昭和49年3月31日に全廃された京都電気鉄道のち京都市に買収されて 京都市電となるに次いで、日本で2番目の電気鉄道である、名古屋電気鉄道をその行使とする。同社は、市内路線の他に、アメリカのインターアーバン、都市間電車的な路線として、群武線、現在の名鉄犬山線、津島線などと呼ばれる郊外鉄道線も建設した。しかし1914年、大正3年9月、不強化における、 高額の運賃に不満を持っていた市民が、電車賃地下問題市民大会を催し、大会終了後市民が暴徒化して、電車、施設への焼き打ちを行って、軍部線電車のターミナル駅であった柳橋駅、名古屋駅のやや南東が、全焼、電車23両が損傷する事件が発生した。これを機に、名古屋市でも、市内電車の買収に動き、1922年、 大正11年に名古屋電気鉄道から市内線を買収して名古屋市電が誕生した。なお、買収に先じて名古屋電気鉄道は軍部線を新設会社旧名古屋鉄道後に名機鉄道と改称し、さらに愛知電気鉄道と1935年昭和10年に合併して現在の名古屋鉄道名鉄となるへ譲るした。 そのため市交通局と名鉄はルーツを同じくする。またその経緯から、市買収後もしばらくは、名鉄の電車が市電に乗り入れ、柳橋をターミナル駅にしていた。これは新名古屋駅、現、名鉄名古屋駅開業の1941年、昭和16年まで続けられた。さらに、名古屋市において別に、路面電車を営業していた、中村電気軌道新三河鉄道、 下の一式電車軌道、月機といった会社も順次市営化され、1937年、昭和12年には、路面電車の運営が、市に一元化されることとなる。市営後も、路線を拡充する。戦後には、連接車2600系、無音電車2000型や新機軸の800型など個性、ある電車が運転されるようになった。戦時中の1940年、 昭和15年2月22日、電力の節約のため利用者の少ない停車場を朝夕に限って通過する急行運転が開始された。後には急行運転の時間帯が拡大されるとともに、さらに停車数を削減した特急運転も始められている。この特急が廃止されたのは1945年、昭和20年10月、急行の廃止は1948年、 昭和23年2月25日であった。また、路線の中には、名古屋西功の田園地帯を単線で走る、下野一式線、下野一式電車軌道と築地電気の買収線といったものもあり、同線では通標を使用し単線運転を行った。ほか、中外対策のため殺虫剤を散布する専用車が存在し、地下鉄東山線開業前には、 第三機場を臨時に付設して、同線車両の試運転も行われた。その他、市では1943年、昭和18年より、トロリーバスも運行していたが、思考的であったことや、第5回国民体育大会が、水北で開催されることになったため、1951年、昭和26年に、バスと市電に転換して、全廃となった、名古屋市営トロリーバスも参照。 1960年代半ばから電力料金や設備維持費が増加し経営を逼迫するようになる。また自動車の増加に伴い定時運行が困難となったため市では地下鉄網を整備する代わりに市電を撤去することとった。1974年昭和49年市電は全廃された。現在は名古屋市交通局日清工場の一角にレトロ電車館があり。 当時使用されていた電車産業が保存展示されている。年表は各記事を参照。年表は各記事を参照。現在の森山区、明東区、天白区、緑区にあたる地域に路線が敷かれたことはない。1961年昭和36年12月1日、海峡昭和町間開通当時。ただし、東山公園線は、 地下鉄東山線工事のため、1961年5月15日より、バス代行、バスの始発は意けした。なお、ないは、廃止時の停留署名、ないは、当時すでに営業していなかった、停留署名。1922年、大正11年12月16日開成時のもの。1943年、昭和18年8月当時のもの。 1961年、昭和36年12月1日改正時のもの、合計27系統。1971年、昭和46年4月1日改正時にもの、合計13系統。事業者名は、当時のもの、地下鉄線との接続電停を除く。括弧内の数字は、その形式に該当する車両の番号である。ボギー車は、 合計18形式使用された。伝説車は合計3形式使用された。この他にも、だいぶ交通や秋保電気軌道に譲渡された単車がある。公共施設などに保存された車両のみを挙げる。この他、札幌市電10型となった名古屋電気鉄道1系、電車22号は札幌市交通資料館で保存展示された。 名古屋電気鉄道の創業120年を記念して2014年6月から2020年3月までは犬山市の博物館、明治村に対応されて展示されている。1970年昭和45年7月15日に地下鉄藤川岡工場の正門脇に名古屋市電展示場が開設された。 ここでは、市電代表形式の1 4 0 0系1 4 7 5号、BLC 型1316号、2 7 0 0系2 7 0 1号、2 0 0 0系2 0 2 9号、封鎖型か2号が展示、保存された。ただし一部は、搬入時に解板が行われており、1316号は、元1313 13号、2701号は、元2702号と、 それぞれの形式のファーストナンバーとラストナンバーに改変されている。しかし屋外展示のため車両が老朽化し、1979年、昭和54年3月末に展示場は閉鎖された。この時1316号、2029号、2701号は解体されたが、比較的状態の良かった1475号とガ2号は、 再整備の上山道植物園へ移動した。だが東山でも屋外保存であったため老朽化し、1995年、平成7年7月から8月にかけて解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。